はい、どうも、ウラスです。今回はですね、また前回に続き、ASUS 様からお借りした、こちらのゲーミングノート PC をね、レビューをしていきたいと思います。こちらはですね、ROG Zephyrus G14 GA402XZ というですね、2023年5月に発売されたモデルになっております。自分がね、今プライベートで使用している、この ROG Zephyrus G14。GA402RK というですね、モデルは2022年のですね、モデルになっておりまして、まあ、この PC もなかなか高スペックで、使い勝手の良いモデルになってるんですけれども、そこからさらにですね、進化した、今回は見ていきたいと思います。でまず、基本情報としてのね、スペックの概要をお話しするんですけれど、こちらの GA402XZ ですね、14インチシリーズ、のですね、最上位モデルになっておりまして CPU は Ryzen 9 7940HS、 そして GPU は RTX 4080が搭載された激強ゲーミングノート PC になっております。他にもね、2023年のモデルに関しては RTX の4070や4060とかがね、搭載されたモデルもラインナップされておりますので、まあ、ご予算に応じてね、モデルを選ぶことができるようになっております。でね、そもそも、じゃあ G14 シリーズってどうなのかっていうところなんですけど、名前にもある通りね、14インチのゲーミングノート PC になっておりまして、まあ、一番ね、種類が多いと思われる15インチ、まあ、15.6インチのね、モデルよりも一回り小さくなっておりまして、持ち運びがめちゃめちゃしやすいシリーズとなっております。少しね、価格はかかっちゃうんですけれども、携帯性と機能面をね、やっぱ兼ね備えた、かなりね、理想系に近いゲーミングノート PC なんじゃないかなと考えております。はい、で、本日はそんな G14 シリーズがですね、2022年のモデルから、この2023年のモデルになったことで、どういった部分が進化したのかっていうところをね、まあ、メインにお話をしていきたいなと思っております。まずね、外見とか、まあ、デザイン面のところですね。大きさや重量は2022年のモデルとですね、ほぼほぼ変更がない感じですね。幅32センチぐらい。で、奥行きがだいたい23センチぐらい。で、高さがだいたいね、2センチぐらいとなっております。で、重量はですね、約 1.72 キロとなっておりまして、ほぼほぼですね、変わらないという感じですね。で、カラーはですね、エクリプスグレーというものと、あとムーンライトホワイト。こちらのね、2色展開となっておりまして、もう今回はね、自分が持っていなかったホワイトをお借りすることができました。で、めちゃくちゃね、ホワイト、かっこよくて、可愛くていい感じだなと思ってたんですけれども、ちょっとね、お借りした時から少しね、汚れがついていて、ちょっとこれ、やっぱり白色はね、汚れが目立っちゃうんだなというところがね、デメリットとしてあるかなと感じました。黒色はね、もう1年ぐらい使ってるんですけど、全然ね、汚れとかも、まあ、ついてるかもしれないですけど、あんま目立たないんでね、これはなかなか、黒の方が自分は好みかなと、ちょっと思いましたね。で、インターフェースもですね、基本は変わらずですね、タイプ A の USB 端子がここにね、2つありまして、で、その隣に USB-C のポートが1つ、で、マイクロ USB のスロットが1つあると。いう感じになっています。で、反対側がですね、電源ポートでございまして、で、その隣に HDMI ポート。で、その隣に USB Type-C のポートがもう一つ。で、その隣にイヤホンジャック。まあ、3.5mm のオーディオジャックがございます。で、少しね、違いがあったのが、ここのですね、まあ、PD 充電に対応した USB-C のジャックなんですけど、以前のモデルではですね、USB の 3.2 に対応していたんですけれども、2023年モデルはここはね、USB4 にも対応できるようになったというアップデートがございます。でね、実際に開いてみると、こんな感じになっておりまして、キー配列やトラックパッドに関してはですね、変更はないなといった感じです。このキーボードはね、点キーがない配列になってるんですけれども、打ち心地結構やっぱね、良くてですね、タイピングもかなりですね、快適に実施することができます。で、モニターはですね、TFT のカラー液晶が採用されて、
ておりまして、表面仕様はノングレアで、解像度は 2560×1600 で、リフレッシュレートは 165Hz まで対応できるモデルになっております。で、2022年のね、この GA40RK がですね、最大リフレッシュレートが 120Hz までだったので、このね、性能が上がっておりますね。でね、この画面めちゃめちゃ自分気に入ってるんですけれども、この画面の何がいいかってね、 2K 画質で、まあ、発色もすごいいいんですけど、さらにですね、16対10のですね、対比になっておりまして、少しだけこのね、縦の長さがですね、一般のモニターよりも長い、少しだけ大きいですね、比率になっております。なので作業領域がね、ちょっと広く撮れるんですよね。なのでゲームだけじゃなくて、動画編集とか、あとリモートワークとかね、いわゆるオフィス系の、そういった作業をするときにもかなりですね、重宝しております。これはね、かなりいいポイントなんじゃないかなと思っております。はい、でここからですね、中身のスペックについてお話をしていきたいと思います。 CPU の AMD Ryzen 9 7940HS はですね、GA40RK に搭載されていた Ryzen 7 6800HS と同じですね、8コア16スレッドではあるんですけれども、動作の周波数はですね、標準が 3.2GHz から 4.0GHz にですね、アップされておりまして、処理能力がですね、かなりアップしております。シネベンチ R23 を回してみたんですけれども、オーバークロックとかをね、していない標準設定で、マルチスコアが 16,043、シングルスコアが 1,754 となりました。GA40RK がですね、約 9,800 ぐらいだったんで、単純計算で約 1.6 倍ぐらいのですね、かなりの性能アップになっております。CPU のね、スペックのやっぱ恩恵なのか、各種動作もですね、軽くてサクサク動いてくれるね、印象でした。また GPU はですね、今回 RTX の4000シリーズが採用されておりまして、よりゲーム性能も向上しております。この RTX4080 の効果はかなりすごくてですね、FF のベンチマークが、スコアが 16,598 と、もうね、自作 PC で組んだデスクトップとね、ほとんど性能遜色ないところまで、ね、来ちゃってるんですよね。まあ、かなりね、重ためのストリートファイター6のね、ベンチマーク取ってみました。フル HD 画質の高画質設定で、全然余裕でね、動作しておりまして、FPS もストリートファイターで最高のですね、60fps にベタ付きになっておりました。Apex のような FPS ももちろん快適にできまして、もう本当にね、これもうデスクトップやんと、なっちゃいましたね。はい。で、また、ここまでね、スペックが高いと、ゲーム配信だったりとか、あと、バーチャル YouTuber のね、配信とかっていうのも、全然ね、余裕でできちゃうかなと思います。で、その他のスペックとしては、OS はですね、Windows 11を搭載し、メモリは DDR5-4800 の 32GB。そして、ストレージは SSD の 1TB となっておりまして、まあ、この辺はね、2022年のモデルと変更はね、特にありませんでした。で、進化した部分としてはですね、ウェブカメラの画素数が、もともと92万画素だったのが、207万画素へアップしております。それでやっぱりですね、より鮮明に映してくれるようになったのは、素直にね、嬉しいアップデートかなと思っております。また、無線 LAN はですね、Wi-Fi 6の E にですね、対応して、より安定した通信にも対応することができるようになりました。まあ、ただですね、いいことだけじゃなくて、ちょっと悪いこともね、ありまして、それがバッテリーの駆動時間でございます。もともとこの2022年モデルのですね、メーカー公表の駆動時間が約 10.7 時間となっていたんですけれども、2023年のこちらのモデルに関しては約 8.6 時間と、少しね、駆動時間が減ってしまいました。まあ、これは CPU や GPU のね、性能アップに伴っての、消費電力が上がった影響だと思うんですけれども、まあまあまあ、この辺はですね、基本は電源に接続して使用することがメインになるかと思いますので、そこまでね、デメリットではないかなと思います。また一応ね、そういった違いが出てましたので、一応ご紹介です。あとね、前回から、まあ、有線 LAN のポートはですね、非搭載というところはですね、変わらないという状況でございます。はい、
はい。でですね、こちらの G14 なんですけれども、まあ、前回こちらのモデルのレビューの時にもですね、お話しさせてもらったんですけど、PD 充電での使用もね、可能となっております。もうこれどういうことかというと、まあ、重たいね、AC アダプターを持ち歩かなくても、比較的コンパクトなモバイル電源と、あと USB-C のケーブルが、それの代わりになってくれますので、かなりですね、これも便利な機能になってるかなと思っております。AC アダプターと PD 給電でね、性能差が出ないのかっていうところね、疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。なので今回ちょっとね、FF ベンチをね、それぞれで撮ってみまして、検証してみました。AC アダプターはですね、先ほどの結果の通り、16,598 と、かなりですね、ハイスコアをね、出してくれてるんですけれども、今度は PD 給電時のですね、スコアを見ていきたいと思います。はい。スコア出ましたね。スコアとしては 13,956 となりました。GA402RK の時はですね、PD 充電時もですね、ほとんどスコアって変わらなかったんですけど、今回のこの GA402XZ はですね、PD 給電時は少しだけパフォーマンスがね、落ちるみたいですね。まあ、これは多分 GPU の性能面のところの話で、より電力のところで影響が出たってことだと思うんですけれども、まあ、とはいえですね、十分ゲームをできる性能はね、持ってるのかなと思います。まあ、ただこの結果を踏まえて、よりね、消費電力が必要となるターボモードとかにはね、ちょっと適さないのかなというふうに思いました。あとね、ゲーミングノート PC の宿命ではあると思うんですけれども、排熱やファンの音についてもね、ちょっと検証してみました。まあ、ここに関してはですね、相変わらず熱はやっぱり持ちますし、高負荷時のね、作業時とかっていうのは、結構ファンがね、バーッと回っている音がね、大きくなりますので、まあ、ここはね、しょうがない部分だとは思うんですけれども、そこまで大きな変化はなかったというところでご注意いただければと思います。はい、ということですね。今回は ROG ゼビルス G14 GA402XZ をですね、自分が持っている2022年のモデル GA402RK と、まあ、そこの比較を中心にね、レビューをさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。個人的にはね、このサイズ感に PD 充電対応で 2K 画質のモニターで、最新シリーズのね、 CPU、GPU が搭載されている最強ゲーミングノート PC とね、考えております。まあ、ただ、ちょっとね、このスペックに似合った価格設定が、まあね、されておりまして、こちらの GA402XZ、約ね、40万円ほどとなっております。セールでね、30万台後半とかになったりすることもあるんですけれども、いいお値段がするゲーミングノート PC にはなっているんですけれども、まあね、予算を気にせず、とにかくね、いいものを使いたいよという方にはですね、間違いなくおすすめできるモデルになっているかなと思います。で、もしですね、予算的にもう少し抑えていきたいなという場合はですね、RTX4070 搭載の GA402XI がありまして、セール時にだいたい27万円ぐらいですかね。またさらに行くとですね、4050を搭載した GA402XU っていうのもありまして、こちらがセール時ですね、20万円ぐらいで購入することもできますので、そちらもですね、ぜひ検討してみていただければと思います。こちらのチャンネルはですね、こういったゲーミングデバイスや撮影機材のレビューをさせていただいているチャンネルでございます。まあ、ぜひともですね、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またですね、コメント等もいただけますと、とてもモチベーションになりますので、そちらもぜひともよろしくお願いいたします。ということで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。